患者数の増加の単位が日々大きくなっていまして、2月2日の午前の時点の公式発表での患者数は 14,551 人と、昨日より3000人以上増えています。中国本土で感染が疑われる人の数は2万人近くになり、経過観察対象者の数は13万人規模となっています。武漢市と隣接する広州市でも、新型コロナウイルスの感染者が1000人を超えたと伝えられています。広州市は人口600万人の大都市で、2月1日、広州の市長は著しく患者の数が増えていると記者会見で述べました。中国以外の国でも患者数は増加していて、日本では感染確認者が20人となり、アメリカでも8人目の感染者が確認されました。中国からの移民が多いニューヨークで、現在、1人が感染疑いで検査中です。アメリカ CDC による新型コロナウイルス検査は、36時間から48時間かかるとのことで、結果が出るのは明日以降となりそうです。現在、中国以外での新型ウイルスの患者数は144人となっています。フィリピンでは、2月1日に、新型ウイルスにより、44歳の男性が死亡したと、フィリピン WHO が発表しました。これは、新型ウイルスによる中国以外での初めての死亡者となります。中国のグローバルタイムズは、中国の研究者の新たな発表として、犠牲者の遺体からも感染が拡大する可能性があると報じました。これにより、当局は、新型コロナウイルスにより死亡した場合は、すぐに火葬する必要があると告知しています。火葬をしないでの埋葬や、葬儀などのための遺体の移動は許可しないと通達しました。同じ研究者は、この新型ウイルスが、嘔吐や糞便を介して伝染することも見出しました。このあたりは、感染力の強いノロウイルスなどの、感染性胃腸炎と似た部分がありそうです。このため、新型コロナウイルスの患者を治療している中国の医療施設は、消毒していない医療排水を流すことを禁じられました。これについては、日本で患者を収容した医療施設にも同じように、医療排水の消毒が必要ということになるのかもしれません。しかし、この新型ウイルスには、感染しても発症しない人たちが多数いるため、そういう人たちの排泄物までをも消毒することは難しいと思われ、なかなか難しい問題となっていきそうです。武漢市と近い、湖北省の学習市の市当局は、2月1日、市内のすべての指定医療施設で、防護服とマスクが枯渇したため、外部からの支援を要請したと伝えられています。